はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はサブアカ強化の回、現在気まぐれゲートやってて、まだね気まぐれゲート19回なんですけど、前回バタンキューをゲットしたサブアカ強化の回なんですけど、ミッションでねなんかやりたいなと思ってるのは、ミッションでこれね謎を解いてみようっていうのがあるので、これね実際丸1から丸9まであるんですけど、こちらをねちょっとやってみたいと思います。でそして、この謎を解いてみようのミッションが出るのは、このですね難解ですね、難解をゲットした時にこのミッションが発動されるようです。でまあいろんな形のガシャで出る時もあるんですけど、一応前のどこだったっけな、桜町の、攻略の時にもエア妖怪これだよって話したんですけど、まずはこの276だからどれだ、これだな、ここにね何回がたまにまれに出てくるので、まあ、ここでここかもしくはガシャとかでね何回をゲットするとこのミッションがまず発動されるようです。もしかしたら今は違うのかもしれないけどね。はい、じゃあ早速謎を解いてみましょう。まず丸一タヌキでこれで、もちろん他を抜いて読めばいい。ステージ30を60秒、ステージ30を60秒ということで、ステージ30があるのが大森山かな。ステージ30これだ、人面犬、こいつを60秒以内にクリア。これでいい、こんな感じで9問か、9問な、難しいのが来たらアウトだな。最近出てこないね、人面犬。シュワーって出てきてほしいな。サボリーノ、やっぱ必殺で締めたかったけどうまくいかなかった。さあ60秒でいけたと思うんだけど、とりあえずクリア。ステージ30、まあこれは1個目はねわかるよね。はい、じゃあミッションに戻りましょう。でいいね、解決アイコンレイトン17歳が追加。さあ謎解きが2個目になりましたよ。デレン、謎を解いてみよう丸2、数五個自由クワテジ十マロデリ、これなんでしょうね。チェッチェッチェップーン、はい、これはですね左縦で読むんですよね。なのでステージ50、コマジロウでクリアって形でね、左上下上下って読むとそんな感じですね。というわけでステージ50いきましょう。ステージ50いきましょう。ステージ50は段々坂かな。まあ順番からいってね。さあステージ50でコマジロを使ってねクリアということでいってみましょう。これなんかいいもんもらえるんかな、アイコンだけなのかな。はい、じゃあいきましょう。いやでもね今やってんだけどこのアカウントあんま強くないから気まぐれゲート23回が厳しいね。23回さえ行けばウィスパーがあるんでね、多分いけると思うんだけど、失敗したな。ジバニャンと
ラストブシには同じ色だね。ダメージカットも育てたいね。さあ、コマジロを使ってクリアだけど、コマジロを自殺したかったけど、冬まで来ちゃったよ。やりすぎだね。このスーパーフィーバー いまいち分かってないんだよな。恩恵って言ってるから。あー、受けた。懐かしいね、フライサンダー。シャドウサイドがなぜカエルなのかっていうのもあるけど、はい、じゃあこれで2つ目クリアかな。牛乳ゲット。あ、レベル上げられた。さて、じゃあミッション戻ると、はい、じゃあクリアしてますね。左上、縦に読むのね、左から。はい、じゃあ謎を解いてみよう。丸三、金の卵の近くで20万。これもやっぱりアイコンアロマ。丸三。はい、じゃあ行きましょう。これがね、金の卵ってのがね、まあ、順番なのかな。桜中央駅、なんか江ノ電みたいな電車だけど、これだね、金の卵。これだろうね、金の卵近くっていうことは、この62かな。20万って書いてあったから、スコアを20万以上出そうっていう話だと思う。ということで、どうしよっかな、これでいくか。フィーバー行けば行けるよな。はい、じゃあ行きましょう。20万点だからね。フィーバー行って全打ちかな。今ね、メインヤカがね、初めて10万ワイプ、そうなんですよね。マグロビューティーイベント、クーニャンサンタのおかげでね、本当クリスマスプレゼントですかね。バンバラヤがね、あったらものすごいいけると思うんですけど、まあ、そこはちょっとないので残念ですけど、まあでもあとちょっと頑張りたいですね。よいしょ。さあ、時間がないぞ。セルフ打ちたいぞ。やばいんじゃない？いったかな？ 20 枚いったね。セフィロス打てないけど、20枚いきました。ふぅ。ダルダルマゲット。こんな感じで、ひたすらアイコンしかゲットできないのかな、これは。ミッション。ああ、ゲットできたね。ということで、金の近くのある桜中央シティの62ステージの、で、スコア20万点以上。で、アイコンゲットでした。さあ、さて次の、はい、謎を解き。はい、そしたら謎を解いてみよう。丸四。一個ずつずらしてみよう。73、ワオチエビサガズラデテテデブ。アイコンルーク。これあれなんだね、レイトン教授のアイコンゲットシリーズなんだね。はい、で答えはチッパン。まあ1個ずつずらしてみようということで、7を8と読んで、3をね4って呼ぶ。で和はね、和音の次の和で、次の和は和の次はカだから、まあそんな風にずらしていくと、84をかつお節切りでとどめ、
ということでステージ84にブシニャン連れて行きましょう。はい、そしたら84なんでサクラチオシティそのままでしたね。じゃあここでブシニャンの必殺でとどめ刺しましょう。ブシニャンあんま育ってないんだな。おお、土の子だ、ラッキー。今回ね、まだこの3番目のアカウントでブシニャンサンタを狙われてるんですよね。なんで一生懸命頑張ってるんですけど、どうしてもサンタを使わないでレベル7のあの攻略がねちょっとむずいんですよね。でね、漢方ね、多分レベル5で1個でしょ、でレベル6で1個ぐらい、レベル3で10個かな。やべ、フィーバー入っちゃった。だからね、漢方節約しながら行かないといけないんで厳しいですよね。さあこれで攻撃力アップからの加速式でオッケー。というわけでクリアっすね。これどうなんだろうな、これで4回目。はい、じゃあ次行きましょう。謎を解きました。さあ次丸5、わししかおらんが60コップに以下ならあっぱれじゃ。ということでこれね、ちょっと難しいんだけど、あっぱれじゃっていうのがヒントなんだよね。ちっちっちっぱん。はい、ということで正解はですね、まああっぱれじゃということで、自画じいさんですね。で、自画じいさんが1体だけ登場するエリアがあるんですよ。で、65分以下に行ってみましょう。うん、これね、次どこだ。さあ行きましょう。自画じいさんがいるよね、いた、ここで65分以下行きましょう。行ったしかないね。まあね、生々いけるかな。いやでも早く、よいしょ、もっとガシャガシャしてえな。このアカウントでキラコマサンタ欲しいんだよね。ラスト、これでいいのか。あ、全然弱え。ビーバーいっちゃった。2つ打つとな、手にいっぱい消しちゃうからな。フィニッシュ、多分いけたかな。はい、じゃあクリア。これではい、5個目クリア。6、きた。はい、これは場所が120、条件なんか数字があります。アイコンはアンソニーですね。これね、今のねスマホじゃ分かんない。正解はですね、これね、昔の携帯のガラケーですね。その文字入力、これね、1を2回押すとね、いいとかね、3を1回でさーとかってね、
で7を1回でとまあとかになるんですよ。それでね、そうやってやるとね、これね、勇ましのみってなんだね。ちょっとこれね、今の携帯だとよくわかんない。だからこれね、正解は勇ましのみなんですよね。はい、じゃあ行きましょう。120はあったね、これだ。じゃあ勇ましだけで行きます。なんか最後いいのくれたらいいのにな。なんかくれたらいいな。もうすぐね、映画始まりますよね。もちろんプニプニはね、動画レンズイベントあれですけどね、だと思うんですけど、どうでしょう、映画楽しみだね。エンマ様、北海道ですね。はい、じゃあ勇ましのみでクリアしました。120。さてミッションは OK、 アンソニー追加。さあラストスパート、712謎解いてみよう。7、1プラス5に1本足したところで50コンボ達成。チッチッチッチン、まあよくある問題ですね。あのプラスのところに1を足すと、まあ4、数字の4に見えますよね。だから、ステージ145で50コンボだよね。はい、桜 EX3 の145、これだね。50コンボ、50コンボなんで勇ましメンバーでまた来ました。はい、じゃあさ、50コンボなんでね、倒さないように気をつけないと。いいわ、いいわ、いいわ。そうでしょ。これでね、あー、いったね。OK、 力技だけど50コンボ達成しました。結構めんどくさい、難しい、50コンボね。はい、そしたらミッションクリア。レイトン、おアイコンレイトン教授か。さあ謎を解いてみよう。丸八、克服していいかもね、しなければもっといいかもね、回復してしてもいいかもね、しなければもっといいかもね。ということでこれはどう考えてもツッツッツッチン、これはまあ回復してもいいかもね、しなければもっといいかもね、ということで回復を連れてイカカモネ議長ですね。はい、回復を連れて、回復アゲアゲを連れてます。そしてイカカモネ議長、これでいいんじゃないですかね。で回復しないといいかもね、だから回復はしないと。それでいきましょうか。アゲアゲ映ってるな。
何に出た時もすげえ嘘だね。さあゴエンジ次のゲソピゲルさんまでやったのか、なんか回復しちゃった気がすんな今。なんか回復感あったよね今。なんか回復かかったような気がするけど、これでいったかな。あれまだか。ゴエンジいったな。でもさっきなんか回復してしまった気がするな。どうでしょう。さあレベルアップ、どうでしょうね。あー、いけましたね。気のせいだったということで、イカカモネギ町に回復妖怪連れて回復しないでクリアと。アイコンドンポールゲット。さあラストかな。ラストはむずいぞ。ドンキックモイスカツゲチ、謎を解いてみよう。丸九、抜けた文字で始まる種族3000。抜けた文字どう逆から読む、読んでごらん。チェッ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 プン、逆から読むと地月火水木金土。そう、抜けた文字は日曜日がない日だね。2で始まる種族はそうニョロロンだね。ニョロロン3000ダメージだ。ということでこれがラストになります。なんかどこでもいいみたい。ということでラストは犬神っすか。ニョロロンウィスパーでいきましょう。最後ウィスパーで締めるってなんか変な気分だな。さあウィスパー、ウィスパーだよ。誰がなんて言うウィスパー。完全ダメージ、いけるよね。フィニッシュ10000。さすがウィスパーサンタ。はい、じゃあ犬神倒してミッション行きましたかね。ミッションポン行きました。はい、これでアイコン青年ルークをゲット。ということで終わりましたね。はい、どうすっかな。なんか暇になってきたな。今度プニ冬の試練とかやろうかな。はい、まあ、こんな感じで、全部の謎解いていきました。まあね、なんかアイコンでしたね。はい、じゃあ今回ここまでにします。このサーバーがね、あと4回優勝で23回なんでね、なんとか最後頑張っていきたいと思います。漢方がね17個なんだよね。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました、よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。